Rose Up Radio Presented by Rose Up Close Up Radio。 初めての方は、はじめまして。2回以上聞いてくださっている天使のような優しい心根のお持ちの方々にはこんにちは。クローズアップレディオのいつまで経っても心根は新人のまま、成長が止まったままの新米ペーペーパーソナリティ、トーコと申します。リスナーの皆様、よろしくお願いいたします。今回は7回目の放送になりました。放送回数が片手の指を超えました。と前回の放送でも言いました。でも今回の放送でも言ってしまいます。これもすべて聞いてくださるリスナーの皆様と、この機会を与えてくださる方々のおかげです。本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。だからその気持ちに応えるべく精一杯頑張りたいと思ってはいるんですが、やっぱり今バッキバキに緊張しています。ガッチガチ？そんなもんは通り越してます。そんな私が放送中に噛んだり、口ごもったり、沈黙したり、それ以上の失敗をしても、それはもしかすると当たり前のことなのかもしれませんって開き直ってしまってどうする。そんな私の放送を最後まで生あったかーく聞いていただければ幸いです。クローズアップレディオ。この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信してまいります。Close Up Radio Presented by Rose Up トーコのフリートーク。トーコのフリートークは文字通りトークするコーナーです。でもただトークするのではなく、テーマを決めてそれについてトークするコーナーにしたいと思っています。今回は7回目の放送です。今回のテーマはなんとリクエストをいただきました。今回のテーマは前回に引き続きペットです。私は犬派か猫派かと聞かれたら猫派と答えます。別に犬が嫌いなわけではありません。最初に出会ってしまったのが猫だったんですね。6回目の放送でお話ししました通り、我が家は父方の祖父母の家に住んでいました。しかし人間は年を取るもの、祖父が亡くなり、祖母が亡くなり、兄が家を出て、妹は体が丈夫になり、毛のついた動物を室内で飼育するのに支障がなくなった頃、時を狙ったかのように我が家に猫がやってきました。ではどのようにやってきたかと言いますと、それをこれがちょっと普通じゃない。当時我が家は店舗を借りてクリーニング店を営んでいました。その日も父が店を閉めてさあ帰ろうとするとき、にゃーにゃーにゃーと声がする。どこから声がするかと声を頼りに探してみたところ、我が家の店舗と隣の店舗の壁
壁と壁の間から声がする。その時父は、明日の朝になったらどっかへ行ってるだろうと思って放置。我が家に帰宅しました。ところが朝、店を開けようと店舗へ行ったら、子猫が昨夜と同じ場所で、まだ、ミャーミャーミャーと鳴いてるではありませんか。迫る開店時間、隣店舗からの救出は不可能。それならば、と、父は壁をぶち壊して子猫を救出。それが我が家の初代猫、ハルトのご縁でございました。父が拾った猫ですから、所有権及び飼育責任は父にありました。しかし、父の猫の飼育方法は、およそ現代では通じない方法でございました。外に放し飼い、ご飯は猫まんま、トイレは外、去勢手術なんてもってのほか、それでたまりかねた私と大衝突。ご飯だけはなんとか改善できたのですが、それ以外は押し切られ。結果、どんな猫に育ちましたかと言いますと、首輪をつけていなければ、およそ飼い猫と思えないような猫に育ちました。以上、トーコのフリートーク、テーマ、ペット、猫歴編、後半に続きます。Close Up Radio Presented by Rose Up トーコのフリートーク。前半に続きまして、後半もトーコのフリートーク、テーマ、ペット、猫歴編です。生後1ヶ月前後で我が家にやってきた子猫ハル、予防接種はやりました。私が。子猫用フードもあげました。私が。喧嘩の仕方も教えました。父が。そして生後3ヶ月くらいで外の世界デビューです。外の世界デビューということは、それに伴う危険ともデビューということで、最初に始まったのは人間 VS のみとの長い戦いでございました。次に始まったのは喧嘩で負傷した春を病院へ連れて行くという戦い。舐めておけば治るとかいう父からお金だけもぎ取り、動物病院へ連れて行く役目は私でございました。一応春の名誉のために言っておきますが、春の怪我の場所は常に上半身。怪我の場所が上半身ということは無効傷、喧嘩の時逃げずに戦った証。つまり野良たちと比較しても強い猫だったようです。ただ、野良猫たちと一緒に遊んで、喧嘩もしていれば、飲みや怪我以外にもとんでもないものをもらってきたりして、こちらを驚かせたりするものです。さすがに、回線という皮膚病をもらってきた時は、治るまでの1ヶ月間、父に責任を持って通院させました。あれ、すごい痒い上にハゲちゃうんですよね。とてもかわいそうでした。動物病院の先生からは、今からでも良いから家猫にしてみてください。
怪我をしなくなるだけでもだいぶ違いますよと言われ、家猫にするチャレンジをしたことはありました。しかし品川の家にいる間、決して家猫になることはありませんでした。なぜなら春は家にある引き戸の窓すべてを開けることができたからです。開けられなかったのは開き戸だった玄関扉だけ。重たい窓もすべて自力で開けることが可能だったのです。頭の良い猫でもありました。ありゃ、もう時間いっぱいかな。以上、トーコのフリートーク、テーマペット、私の初代猫編のコーナーでした。Rose Up Radio Presented by Rose Up。 皆様いかがでしたでしょうか。今回もバッキバキに緊張したまま本番突入、しかも私の猫愛も込めようと思ったから二重の意味で緊張してしまいました。今日はありがたくもペットというリクエストをいただいたのに紹介できたのは猫、しかも初代の一匹だけ。他の猫に愛がないわけではないんです。初代猫への愛だけで時間がいっぱいになってしまっただけなんです。これでも削ったエピソードがいっぱいなんです。これは犬愛でも猫愛でもウサギ愛でも鳥愛でも同じだと思います。同意していただけたら嬉しいです。今日の感想を書いてよろうという心優しい方がいらっしゃいましたら、ツイッターならアットマークマイトーコ7、メールならばマイピリオドトーコ7アットマーク gmail.com までお願いします。テーマも大募集中です。次回のテーマは未定です。頑張りますので次回も聞いていただければ幸いです。よろしくお願いします。クローズアップレディオ、この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信いたしました。Rose Up Radio, presented by Rose Up.